皆さんこんにちは、個別指導塾教材塾長の小林です。中瀬です。はい、今日のテーマなんですけども、地方マイナー国立大学、徹底比較ということで、まあ、国立大学の中でもちょっとまあマイナーめな大学を比較していこう、紹介していこうというコーナーであってますか？はい、そうです。はい、はい、やっぱりまあ国立大学の中でも、まあ、正直その、まあ、大学自体を知ってても、あ、ここ国立大学だったんだっていうところとか、その、まあ、実際その地元の人以外は知らないっていうことも結構あるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。で、やっぱもう公立大学だとなおさらそういうことは多いと思うんですけれども、まあ、公立大学まで挙げると大変なことに多分なってしまうので、まあ、今回は、国立大学でちょっとそういったところ、まあ、過去僕もそういうことがね、わかんないとか大学とか結構あったりしたので、まあ、ちょっとそういうところも含めてね、まあ、過去の自分の実績の面も含めて、ちょっと話させていただこうかなと思います。はい、はい、で、まあ、ただしですね、ちょっと条件がいくつかありまして、まあ、大学院大学っていうのはちょっと覗いてお話をさせていただこうかなと思ってます。はい、あの、まあ、学部じゃないんでね、まあ、そうだ、あの、皆さん多分見てる方にはあまり興味ないところになってしまうかなっていうところがあるので、はい、で、あとはまあ今日ね21大学あるんですよ。まあ、僕がねこれ あんま知らなかったなみたいな過去思ったことがある大学が21個もあったので、まあ、あの、全部紹介すると大変なことになるので、あの、はい、まあ、ざっとねちょっと話をさせていただければなと思っております。はい、じゃあですね、まあ、ちょっといくつかの区分けに分けながらお話をしていこうと思うんですが、まあ、早速一つ目に行きたいと思います。まず最初がですね、まあ、教育大学ですね。はい、はい、で、国立の教育大学、皆さんいくつあるかご存知ですかということなんですけれども、分かんない、10個ぐらいあるんじゃない？そうっす、ぴったり賞ですね、こちらなんですけど、10個、あるかなと思います。僕のね数えるのが間違い、まあ、嘘、あ、嘘です、あの、ごめんなさい、学芸とか入れてなかったですよ。あ、そうか、そうそうそう、そういえば学芸とか入れてなかった。じゃあもっとあるね、もうちょいあるけど、なんかやらせみたいになっちゃった。あの、丸々教育大学っていうのはおそらく10個あるんですよ。あ、じゃあ合ってたね。そう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 、っていう感じなんですよ。はい、でも10個上げろって言っても上がりなれないわ。そう、なかなかね、やっぱちょっと厳しい。あの、聞けばね、あることは理解をしてるんですけど、ね、まあ、どうしてもなんか、パッと言われた時に、公立だったっけとかっていうのを思ってしまうこともありますし、ね、あの、やっぱり国立大学館は薄いかなっていうところあります。特にあと、上越とか、鳴門あたりは、まあ、県名でもないので、はい、まあ、どうしてもその私立大学館が強いのは否めないかなと。ああ、そうですね。でも逆に結構、上越は結構強いんですよ、ここ。そう、上越強いんですよね。研究とかが。あとでちょっと話しますよ。そう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 、はい。はい。で、あとですね、まあ、ただ、その、意外とじゃあ教育大学ではみんなどこでも同じなのかっていうと、実はそういうわけじゃなくて、まあ、例えば北海道教育大学は、うん、その、一つの大学なのに、その、道内5都市にキャンパスが分かれてて、そもそも入試も全部ちょっと違う感じで行われるんですよ。はいはい、だから、その周辺でちゃんと教育に携わりたい方を育てる感じになってて、まあ、結構面白いなって思ったりとか、いい、うん、あと、例えば、その、宮城教育大学は、もともと東北大学教育学部だったりとか、うん、っていうことがあったりとか、あとは、その、先ほどお話しいただいた、その、上越教育大学は、結構1年生から教育実習考え行かせたりとか、うん、教師になりたいっていうことを確定させている人にとっては、まあ、めちゃめちゃいい環境なんじゃないかなって。そうそうそう、わざわざあえて、ね、別の大学に行く必要すらないんじゃないかなって思ったりする部分もあったりはしますね。そうですね。はい。うん、なので、その、割と僕もね、その教育学部の中身細かく全部見てみるってことはあまりしてなかったんですけど、見てみたら結構ね、大学によって特色があるんですよ、本当に。なので、まあ、なんとなく近くだし、教員になりたいからここ大学行こうじゃなくて、うん、結構ね、見てみて、ここ自分に合ってそうだなっていうところを選んでいただいてもいいかなと思いますね。そうですね。あとちょっと話はそれちゃうんだけど、やっぱ教育系は、うん、独立してるじゃん。だから学芸とかもそうだし、うん、まあ、ちょ、学芸結構むずいけどね、うん、例えば僕の地元の最大とかもやっぱりなんとか教育大学ではないけど、あの、教育も強い大学ってちょこちょこある、まあ、そうですね、筑波とかね、そうそうそうだし、うん、だそういうのはね、あの、まあ、私立だったら文教とかねあるんで、うん、まあ、そういうのをやっぱりこう先生になりたいよって人はむしろ僕はね狙っていってもいいのかなとは思いますね。じゃあですね、次に、理工系の、はい、まあ、国立大学の中で、はい、まあ、比較的マイナーなところを有名なのが2つあってうーん、だからいくつかね、まあ 4、はい、まあ、まあ、マイナーなところなんで、はい、あの、こちらですね、5つ今回は紹介させていただこうと思いますという感じです。北見工業はカウントできませんでしたね、僕。そうですね。はい、まあ、あの、メジャーところで言うと、まあ、東工大、名工大、はい、旧工大。まあ、このあたりはね、よく、あとは電通はね、ちょっとここに入れるかどうか迷ったんですけど。まあ、そうですね。うん。あの、まあ、割とこのあたりかなというふうには思いました。はい、まあ、僕、電通大好きなんで。まあ、そうですよね。あとは、豊橋技術大学と長岡技術大学も好きなんで。いや、そうです、そうです。あと、室蘭工大は、いろんなね、こう、まあ、某有名な方が関わったり、うん、でも有名だったりする。いや、そうなんですよね。はい、うん、そして北見工業もありますね。ここでもいい大学ですよね。そうですね。うん、はい。で、まあ、割とね、まあ、どれも本当にいい大学が多くて、まあ、北見工業とか、まあ、室蘭工業はね、まあ、両方ともその北海道にある大学なわけなんですけれども、ね、あの、まあ、北見工業なんかは、その地域に根ざした工業をね、かなりしっかり学べる大学で、積氷学、雪氷学ぶ学みたいなものを学べたりとか、そう、やっぱり地域の問題解決は工業の過程で見れるっていう
ていうのは、まあ、結構面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたね。あと室蘭工業大学はですね、まあ、偏差値は正直35から45っていう感じで、はい、まあ、国立の中では一番低い方の大学っていうふうにされやすいんですけど、そうそう、ただその世界大学ランキングみたいなものを見てみると、そうそうそう、まあ、かなり評価の高い大学だったりはしていて、ね、まあ、意外とおすすめはできるんじゃないかなっていうふうに、うん、まあ、過去の動画でも実はおすすめしてるんですよね、してるね、うん、はい、っていう感じかなと思います。あとは、まあ、豊橋と長岡の技術科学大学に関しては、まあ、日本の大学の中でも、まあ、研究機関としては結構トップクラスに近い位置づけなんじゃないかなっていうふうには思いますし、そうですね、そのあくまでまあ研究職にもう就きたいっていう人にとってはやっぱりかなりお勧めできる大学なんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。ここの2つは豊橋と長岡じゃないですか、うん、まあ、立地で言ったらまあぶっちゃけってそんなでもないじゃん、うんうん、だけど就職が都会中心に抜群に強い、抜群に強いです、マジでここは、あの、うん、以前ちょっとねとある仕事でそのまあ就活フェスみたいなので、うんうん、まあ、僕は企業側 の, あのアドバイザーとして、うん、で大学の先生方いっぱいあるんですよ。でその時ね、あの長岡技術科学大学の職員の方がいたんですけど、あのもう列並んでましたからね、たたプラスの企業側がやばいやばい、そうなんとか名刺渡したりとか、うん、すごいですね、いや本当に強いですねこの2つはね、ここは強い、はい、であとまあ電通はね、まあまあ言わずもがなというか普通にむずいし普通にむずいし、まあめちゃめちゃ内部もねいいんですよ本当にここは。でまあ多分その情報系みたいなところもあるので、まあ、今後かなりやっぱどん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 難しくさらになっていても不思議じゃない大学だなと個人的には思いますけどね。いやだ僕いつも中橋さんにはディスられるんですけど、僕的には名前かっこいいんで僕的にはですよ、うんうん、はい、あのまあちょっと違うっていうコメント欄の意見の方が多いんですけど、僕はなんか僕のセンスとの電気通信ってなんかかっこいいなみたいな、まあでもなんか唯一無二な感じはしますよね。そうそうそう、なんかね、うん、まあだって国立大学だけ見ていて、はい、名前どこが一番その目につく大学かって言われたら本当正直多分電通だと思うんですよ。ただあのいわゆる企業の電通の下部組織だと思われてる率も高いそう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 、はい、まあ電気通信大学知らなくて電通大電通大ってみんな言っちゃうんでね、はい、そういうところあるかなと思います、はい、まあ本当に地方の人はね、ただいまだに私立だって思われてる方とかも、そうです、ね、まあ、結構いらっしゃるなっていうのはいまだに思ったりしますけど、ね、電通大は結構それこそ例えば旧ってはちょっと厳しいけど、うん、まあ、でも理系で結構どこを、ね、出そうか悩んでる子とかいるじゃない、結構地方とかでも、うん、これ狙ってほしい大学ではあるんですよね。いやそうです、本当に情報系とかめっちゃいいんでね今ね、なるべくやっぱこっ、ね、そういうところだからこそやっぱ情報がこう行き交う都会とかに来てもらった方がいいっていうのもあるし、ね、そう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 、うん、いや本当そう思います、うん、はい、まあ、東京都内で、まあ、理系完全にで、しかも情報系で国公立ってなるとやっぱ東大とかだったら手で届かないじゃないですか、まあまあまあ、だいぶね、まあ、正直方は多いんですけど、電通だとね視野に入るっていうかすごい多いと思うんで、そうそうそう、本当ね東京来た方がいいですから情報とかの人は、うん、だからおすすめですけどねめちゃめちゃね、はい、はい、で、次はですね北関東系のちょっと待って急にそういう切り口はい、北関東大学なんですけど、はい、あるあでもそうか、一般的なのは抜かれてるんだよね。そうですそうです、うん、あのでまあ、 あの僕が気になるのはこの3つですね、はい、この3つ、はい、はいはい、まあ、宇都宮茨城あと筑波技術大学ですね。あ、はい、そうかそうか、でまあ本当申し訳ないんですけど宇都宮大学ってその都市名プラス大学なので、うん、やっぱ国公立味が若干薄れるんですよ、ね、まあそれはしょうがないと思うよ。そうこれはね、うん、そうしょうがない正直、うん、うんと思います。あとその茨城大学は、まあ、目の上の炭鉱部がいるんで筑波、筑波、筑波がいるんで、トッキーだからね一応ね、うん、なのでやっぱりまあそのねどうしてもそのイメージに湧きづらいっていうところは正直あるかなと思います。そうですね、まあ、ただあの茨城は普通に理系の学部学科も結構いろいろあったりして選べたりするし、うん、内容的にはまあ申し訳ないやっぱ筑波はちょっとねあの、うん、難しいから、うん、っていうので、まあ、スイッチしていく先としては僕はね結構ありかな。全然いいと思いますよ、ね、僕だって結構過去の動画とかでも茨城大と中央どっち行くみたいな比較してたりしますから、ね、してたな懐かしいな、うん、いや本当懐かしいんですけど、で僕結構茨城行くかもなみたいな話とかしてますからね全然だからそういう感じだと思います。で、まあ、宇都宮大学もなんか調べて初めて知ったんですけど国立大学で初めて国際学部を作ったのは宇都宮大学だったりするらしいですし、まあ、学部とかも結構ねいっぱいあるんで、まあ、面白いんじゃないかなっていうふうには思います。まあありだよね、はい、うん、でまあ、筑波技術大学は少し特殊な大学はい、ですのであの正直ご存知じゃない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、すいません知らなかったです、はい、あと、まあ、基本的にその聴覚障害者の方とか視覚障害者の方に向けた大学になります。なので、まあ、そういった人がかなり授業を受けやすいような配慮っていうのがしっかり行われている大学なのでそういう、ね、ちゃんと意図がある方っていうのは、まあ、すごく、うん、お勧めできる大学なんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、そうだね、はい、まあ、だから一般のこういわゆる受験の、ね、枠にはなかなかちょっと入ってこないっていう、ね、うん、ところかもしれないですね。じゃあ次なんですけれども、まあ、だんだんなんか枠組みが
適当になってくるんですけど、いや頑張って当てようとしてるんだけどさ、あの医学部内系の地方国公立大学ちょっと難しいな、はい、え、ま、医学部でも大体でもさ、ま、あるよね。そうそうです。なんならだって四国だって全部あるし。そう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 。あれどこですか、ま、まあ、大学名で言うと和歌山大学と岩手大学ですね。ああ、ま、そういうことね。はい、であとまあ宇都宮大学とかあの埼玉大学とかあの茨城大学とかもあるんですけど、うん、まあ、埼玉は認知してるのとちゃんとあの、まあ、茨城とかあの宇都宮はもう紹介したんで、はい、あと残るのは和歌山と岩手っていうところが、埼玉はかぶられたと、まあ、私の地元の、まあ、埼玉は正直かぶったというよりは、はい、まあ、救済されたみたいな感じに近いかもしれないけどまあでもやっぱりこの辺は別の大学がねあるっていう、岩手だったら岩手医科大だし、まあ、でもまあ岩手はね私立しかないですから、そうそう、でも埼玉も埼玉も埼玉もそうですね、し、まあ、ただ和歌山は和歌山県立医科大があるという形になりますね。そうですね、はい、まあ、これは県立ですけどね、はい、そういった形になるかと思います。ただ結構この和歌山大学と岩手大学結構様相が違っていて、はいはい、和歌山大学はねすごいこじんまりした大学なんですよ。あ、そうなんだよ、はい、で経済教育システム工学あと観光の4学部があって、うん、であのね、なんかね、大学が結構ちっちゃいので、はいはい、なんか教養科目とかで他学部の人ともめちゃめちゃなんか会があるみたいな感じで、はいはいはい、結構楽しいらしいですよ。なんか以前ね多分動画で観光学部がある大学みたいな感じで和歌山は出てきたんですよ。なるほど。でなんか南紀白浜のイメージが僕の中にあったんですけどね、うん、はい、まあいいですよね。すごいいいところですし。はい。で、岩手大学は逆にめちゃくちゃ広くてですね。はいはいはい、あの、東京ドーム311個分のキャンパスらしいです。いや、広そうだもんだって。いや、めちゃめちゃ広そうですよね。うん、まあ、あの、岩手は多分北海道の次に広い都道府県ですよね、うん、岩手県がね。うん、はい、ね。はい。っていう形だと思います。うん、で、人文社会学部、教育学部、理工学部、農学部の4学部があるそうで、やっぱり地元にね、かなり根付いた印象のある大学のようで、まあ、やっぱりそういうところは農学部とかね、そういうところはやっぱり強さがあるというか、うん、まあ、面白さはあるのかなっていうには思わされました。はい、はい、でまあじゃあ次最後なんですけれども、はい、はい、まあ、体育大学ですね。お、はい、体育大学、体育大学の私立のイメージは、はい、そうですよね、はい、でまあ、国立唯一の体育大学として、まあ、金谷体育大学があるんですけれども、まあ、こちら九州の大学ですね。すいません、これはね存じ上げなかったですで、はい、金谷体育大学って僕はね結構そうスポーツとかで名前をよく聞くことがやっぱりあるんですけれども、ね、うん、割と水泳とかかな、水泳とかあの結構ね、なんか昔は結構マラソンとかでも名前聞いた記憶があるんですけど、そうですか、金谷体育大学っていうところがあるかなと思います、はい、で正直ただ、まあ、僕もそのスポーツでしか名前を聞いたことがなかったので、まあ、ずっと正直私立大学だと思っていたんですね。なるほどね、はい、ただ、まあ、あの国立大学って本当に知ったのここ 3,4 年ぐらいの話、はいはいはい、で、まあ、僕その両親の地元が、ね、九州なので、はいはいはい、なんかたまたまですねスポーツ一緒に見てたらそういう話になって父と、なるほど、そう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 っていうところがあったかなっていう感じで、うん、まあ結構ねやっぱね体育系の研究とかすごい強いらしいですよ、うん、だからやっぱりだから、まあ、そういうこと考えてらっしゃる方は、まあ、非常にお勧めできる大学ではあるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、はい、というわけでね今回は比較的まあマイナーなんだけれどもやっぱり国立大学ですからね、やっぱりこう、うん、すごく価値のある大学をいくつか紹介させていただきました。まあ、ぜひね皆さん、まあ、志望校だったり受験校として考えてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。